お疲れ様です。久しぶりに要町に帰ってきました。めちゃくちゃ久しぶりだわ。久しぶりだね。朝起きたらプロテインです。今のイチオシはガレックスのカフェオレ味です。これバケモンうまいっす。出社です。出社はチャリでしてます。この愛車と共に出社です。やるよ。あきよとは毎週やってるけど、ジムは久しぶりです。やるよー、やるよー。ちょっとやっぱ雑魚になってるから。そうなんだよね。あ、重っ。これは厳しいぞ。腰に座ってたんだけど、そのまま下で。ね、スミスの方が負担かかんないから腰に。そう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 。うっ、きつい。よっ、よっ。ポイントは内股になっちゃう。そう、内股で言おうとしてた今俺。うわー、きつい。ちょっと内股なんだよ今日は。よいしょ。終わりました。全身やりました。ケツがプリプリです。痛すぎ、ケツやばい。お疲れでした。オフィスでビリヤードです。おー、うまい。はい、帰ってきました。はい、これから走ります。ちょっと運動しないとね。家から徒歩1分のとこに絶好の壁当てスポットがあるんですけど、一回もやってません。はい、ナントレから帰ってきました。それでは突然ですが、僕の新居を紹介します。マンションを買いました。まずはリビング、広いですね。ちょっと散らかってますね。あ、散らかってますね。はい、そしてここが僕の寝室です。あー、靴下ちょっと上がってます。あー、トレーニングは、まあ、ジム行けない時はここでやってます。そしてウォークインクローゼット、あー、ちょっと上がってます。ポイントはこの地元を忘れない池袋キャップです。秋音お揃いです。でこの家の一番のお気に入りはこの書斎ですね。これ仕事してます、リモートの時は。じゅんさんのメットもここにあります。メダルとかもね、いいですね。お風呂、洗濯機、トイレ、こんな感じです。おはようございます。やるよ。春日邸食います。明治時代の思い出、春日邸食います。行くよ。見ました。サヤさん見てますか。うわ、油食うの久しぶり。エンクルスリングしてくれるやつ。結婚式盛り上がった。はい、盛り上がりました。楽しかった。ゆうたろう来ました。ゆうたろう、7年間お疲れ様。ファルコンズお疲れ様でした。ヒーさん10年間マイナス1年あるから9年間お疲れ様でした。お疲れ会です。ゆうたろう、レモンサワーでいい。
じゃあファルコンズの思い出山手線ゲームでもしますか。うん、思い出山手線ゲーム。鉄でした。鉄でした。練習行くぞ。おはようございます。ボンズ初練習です。やるよ、今シーズン始まるよ。ボンズの説明はこの後します。おはようございます。うわ、メンバー変わってない、去年もいた。おはようございます。今日は新チームボンズの初練習です。イエーイ。ボンズっていうのはファルコンズとかで続けられなくなった人向けに作ったチームでして、私さんとかね、土曜日とか土日学校の先生なんで部活とかで来れなかったりとか、あと子供いらっしゃる方がたくさん所属していまして、あと僕は土日仕事をしたいので、活動頻度が月4回ぐらい、週1ぐらいに減ってるっていうチームになってます。活動できる場所を作ってくれてありがとうと、好評です。まあ、なんかそのファルコン続けられなくても、スティーラーズとかでもね、続けられなくなってもラクロスは続けれるっていうの、しかもこうチャレンジしながらいい環境で強いチームと戦えるっていう環境を作っていければなと思います。やるよ、どうぞ。いいやるよ。つぐたさんです。うわ、メンツすご、メンツすご、いいぞ、行きましょう、行きましょう、楽しみ。久しぶりの運動です。楽しいっすね。これはもう絶対楽しいっす。このメットかっこいい。一番若いわ。フレッシュな気持ちがすごい。めっちゃかっこいい。うわ、つぐさん来たー。おはようございます。つぐさん、ちゃんと運動してます？運動し、ちょっと走った。ちょっと走った。肩キモ。うわ、すごい。小林さん、小林さん、明けおめです。慣れてないです。はい、集合しました。集結したな。俺らの中で最新のめちゃくちゃ懐かしいです。そのように一番最新だよこれ。お、あー、ナイス。練習終わりました。バカ楽しかったです。バカ楽しかったね。おじさんが動きますね。みんな上手くてびっくりしたわ。おじさんたちも行く場所ができたわって言って感謝してました。若手も募集してます。はい、若手募集してるんでみんな来てください。ちょっとね、毎週ハードにファルコンズレベルは厳しいなって思ってる人来てください。でもできれば僕はファルコンズとかでガチガチにやってる人が増えたらいいなと思ってるんで、なるべくファルコンズとかステラーズとかね、強いとこ入ってチャレンジしてみてください。では今日はどうでしたか。なかなか雰囲気のいい練習だったよ。めちゃくちゃ楽しかったバケモン楽しかった。いや、バケモン楽しかったよね。やばいわ。どうだった今日。いや、今日はね、最高だった。最高だったね。ディフェンシブミディ活躍がボンと思わない。メンツが良すぎる。普通に杉田さん動けるね。キャプテン、キャプテン期待してます。背中で語ります。ヒカルもディフェンスできてたな。普通にパルで入ったからね。意外とね、うん、全然できてた。ミキさんと同じパーソナル取るし、電気取るね。やります、やります。はい、今週もお疲れ様でした。チャンネル登録高評価お願いします。せーの、はい、久々にやった。バイバーイ、はい。